ねえ、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 もしこの動画が好きだと思ったらいいね、コメント、シェアお願いします。ご挨拶しましょう。いただきます。国际馆里给大家介绍菜啊，萝卜炒鸡肉，还有一个我们家必不可少的黄瓜，还有一个春菊，还有一个毛豆，还有猪肉炒青菜，还有一个包菜，凉拌包菜，还有一个不是菲力蒸汤啊，毛豆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 ，嗯，天哪，这么大，我跟你说，这是我头发、两个眼睛、鼻子还有嘴，大家觉得像不像？像的扣一，不像的扣二。今日自治会長さん電話したん。で、自治会長さんから副自治会長さん教えてもらったん。副自治会長さんから組長さん教えてもらったん。3人電話したから。ややこしいね。多分そんなにさ、引っ越してくる人とか新しい家建つことって少ないやん。もうあそこ完成しとる、完成されとる住宅街やからさ、すごいさ、いやいやこれはどうもご丁寧にみたいな感じ、丁寧にするやろって。子供もちっちゃくてな、めっちゃ多分長いこと住むんやからさ、普通に自治会長さんは、また後日改めてご挨拶伺わせていただきますって言ったら、ああそれはご丁寧にどうもありがとうみたいな感じで普通に言ってくれて、副会長さんはさ、おじいさんねんけど声とかは、こんなもえですにもうみたいなさ、おばあちゃんや、おじさんおじさんおじいちゃんねんけど、でも結局いいですにって言っときながら一応聞くの、こっちから、いつご在宅ですかとか言って、でも別にそれを聞いてご挨拶を伺いさせていただこうと思ってっていうふうに言ったら、でも結局は、その自治会かしこまって入会とかはないけど、でも自治会とか払わなあかんやんか、でその手続きっていうかさ、書類とかも一応まあ名前書いてもらうところもあるでって言って、でそれを自治会長か、副自治会長さんに、書類をもらって書けばいいんやけど、結局も自治会長さんはさ、なんか僕あんま分からんねえわみたいな、自治会長やけど副会長さんがそういうのを全部取りまとめてくれとんでみたいな。で組長の名前聞いてもさ、自治会長さんが分からなくて、で副会長さん電話したんやけど、どっちにしても副会長さんは挨拶は行かなあかんないんやけど、そう、いやでもこれは副会長さんに直で行った方が多分いいかなと思って、管理したのが副会長さんってことだから、で、あもうじゃあ副会長さんのところでさせてもらえるんやったら、もうその時に書類っていうか必要なこと書きますとか言って、なんか名前と住所と電話番号ぐらいしか書くとこないらしいけど、一応把握するためにしとるとかだったり、また12月入ってから行きますって言ってたけどさ、じゃあついでに出た駐車場の話聞こうか。じゃあな、聞いてみて。で組長さんはやっぱり若い人やった。組長はもう毎年毎年変わるやんか、自治会長は多分どうなの、自治会長ってさ、すごい好きな人はさ、もう俺がやるわみたいな感じで長年やってくれる人もおれば、それもこう何年かでこう変わってく。そうそう、なんかさ、噂ではさ、こっちの住吉のこのばあちゃん家とか、私らが今住んどるのは奈良地区なんやって、住吉の奈良地区の自治会なんやって、で確かばあちゃんとこは8組かなんか日本の自治会っていうので、主に何やろ、やらなあかんこと入ったらゴミ当番、掃除、なんか3、4ヶ月に1回溝掃除とか側溝掃除があって、それをみんな出たりとか、あとは多分子供会があるよう、似たような感じで子供いっぱいおるからさ、半沢地区はだから子供会入っといたら、キリちゃんとかリンタが学校関係なくその地区の子供たちでお祭りしたりとか集まりがあったりとかするから、子供会は入ってた方がいいと思うな、小学生とかみたいな。ねえ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 、中国にあるの自治会って？ないね。ないよな、だって中国にはさ、道を掃除してくれる専用の人がおるやん、常に。でも自治会みたいな感じないけど、それに似たいものがある。お金払わなあかんの、それ。例えばさ、りゅうちゃんの実家、りゅうちゃんの実家とかマンションみたいな、あ、これいるかも、そういうところで毎月払っていく管理費じゃないけど、そういうのがいいの？あるんや。じゃあそれが、でもそれはどうなんやろう。でもそれがそうなんじゃない、賃貸、
借りる部屋やったら管理費を払ったらさ、あそのどうした管理会社が雇っとる掃除する人が掃除しに来るやん。けど物件を買ったところはさ、自分たちでしやなあかんやんか、それは、うん、もう自分たちのものやから。で、共用部分は業者に頼むとしても、みんなでお金を出し合って多分掃除を頼んだりとか、エレベーター例えばついとって点検にするのもそういうとこからお金出るから、うん、まあそれは一緒やな、中国でも日本でもその辺のことは、うん。咱们国内有居委会啊，物小区的物业呀、啊，就是去管理你所在的你街区啊街道。但日本的话没有那个居委会，但是有小区物业。他们那物业的话不是不是那种也有帮你看门的啊，像那种公司就是，如果是单元房的话，就是找那人帮你打扫卫生啊，修电梯啊，大家对钱，大家一起出钱那种感觉，跟国内有点相似吧。在日本的话，他们就是，比如说。这一片地方哪个村哪个组，这一小组你们这一帮人你们付钱、嗯、就是自己管理，组织你们小区的人去打扫这小区的卫生、嗯、组织你们小区的人去捡这小区的垃圾，自己小区的事儿、哎、一帮人自己努力把事解决了，是这样的形式啊。所以今天我老婆说的就意思就是我们下个月搬家，在搬家之前、嗯、要先给那个我们要搬的地方的那个组长啊，他组长是每年换一次，比如说这一个小区这一组住十个人，今年是一号，明年是二号，后年三号，来回换着走着，就每个人都有可能当组长。当组长很麻烦，你要去开会收钱干嘛很麻烦，所以很多人不愿意当组长。还有那个自治会的那个会长还有副会长之类的，反正就是很麻烦。自治会的话这个不太清楚啊，会长和副会长有可能是终身制的，有可能他们自己自愿意干的，但是组长的话很少有人愿意干，因为处理不讨好。今天视频到这儿了，咱们对那个大家觉得这种日本这种方式好不好，还是咱们在下面评论区留言聊一下。最后之前教大家一个单词啊，春菊，红号春菊，写的汉字是春菊。好了，我们下期见，拜拜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 。この動画がもし好きだと思ったらいいね、コメントをお願いします。